すごい雪のなんか凹凸とかが見えるんで危なくないんですよ。あ、大クリーンサングラスは雪の中も斜面が見やすい。そうです、斜面とか前の人が滑った後とか。あ、そうそうなんですよ。それもスノー用のプリズムレンズっていうのがあって。へえ、スキーはできる。なんか昔なんか滑って転んで頭打ってなんかね一時的に、ね、記憶喪失になってそれ以来やってないんです。危ないからそれはできない。なんかアイスバーンに頭打ってあー怖いですね。え、私なんでここにいるのみたいになっちゃって。あ、それ以来。そう、それ以来。そっか。いや、この間すごい楽しかったんですよね。本当にゴルフ以外のスポーツを初めてやったんです。怖くなかったですか？え、怖くなかった。いや、めちゃめちゃ怖くて自ら転んでました。そう、あれおかしいですよね。あそこから立ってって何みたいな。そうそう、とりあえず立って、え、立てない。スノボって自分の思ってるちょっと狭いからなんか超不安定みたいな。アイアンだと思えばいいじゃないですか。アイアンでもこんな狭くないな。そうなんですか。あ、なるほどね。そう、なんかこのすごいざわざわしてます。ここで動きますもんね。そうです、こっちゴルフはこっちだからですよね。で、開いてって言われるんですけど、はいはい、いや、ゴルフ開いちゃダメだしみたいな。全部ゴルフになっちゃう。ゴルフと全然違う。ドライバー打つときに、はい、こうしてから振ってないんですか？どうしてから？こうか、左足のかかとがこっち行ってから打ってるように見えるんですけど、はい、気のせいですか？気のせいだと。気のせい。全然意識してない。じゃあ見てない。僕は見てない。まだいいですよ。最初の素振りよかはいいです。うん、よいしょ、よかった、ナイスです。ありがとうございます。いいです。今これ残すって思いました。はい、こうしようと、うんうんうん、ちょっとこう上がってますもん。そう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 、それを止めたかったんで、はい、左足上がりは、はい、はい、左足上がりは、はい、打ちに行かない方がいいです。打ちに行く気でした、はい、ミスしがちなのは左足上がりで突っ込んでしまう、はい、それだけはやめてほしいです。フィニッシュはなので取れなくて正解です。さっきの右足にかかってるって言った打ち方です。 あの打ち方で打てるはずです。得意なやつ、得意なやつ。はい、右に残して打ちゃいけない。この傾斜、斜面通りにクラブを振っていただける、ね、なので、はい、いいです、いいです、うん、フィニッシュは取れなくて正解です。ボールの位置って左でいいですか？うん、もうこの位置で大丈夫、真ん中ぐらいでもいいと思います、うん、ちょっと待って、はい、そうです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 、きれい。右足体重は得意だからね。あれが、あ、超えた。でも打ち方は完璧です。癖になってる。癖でうまく打てたみたいな感じ。これ真ん中より手前でいいですよね。そうですね。まあ、そうですね。それぐらいがいいと思います。で、基本的にちょっと左足上がりになってるので、はい、球は上がりやすい状況ではあるんですね。球は勝手に上がってくれます。上げようとしなくて大丈夫です。はい。あとは落とし場所だけを見てイメージをしてください。ここでピンを皆さん見がちなんですけど、ピンを見ちゃうと結構オーバーしやすいんですね、はい、なのでそれよりも落としどころを見て素振りをしてっていうイメージを膨らませてアドレス入った方がいいと思います。さっきから手前にしか落ちないこのスッピーが落としどころ弱い。球が上がる分、うん、気持ち大きめの振りをした方がいいですよね。52度よりも大きめの振りをしないと、うん、球は飛ばないです、上がってしまう分。なんか届くイメージ、届かない。そうですね、それぐらい振ってあげた方がいいと思います。あ、うまいじゃん。うまい。
あ、いいじゃん、転がった。ナイスです。ありがとうございます。ありがとうございます。こういうことやると、コメント欄でリサちゃんって書いてあるんですか？はい、コメントが来る。左、カップ左縁ぐらいですかね。ですよね、ちょっとだけですよ。いけ！おいおい、欲しいし。いけです。緊張する。あ、怖っ。怖っ。こういって、こう。ナイスバーディー。はい、ありがとうございます。パーを飛び越してバーディーが来ました。オグリマンはバーディーを取れます。ね。よく見えたからですよ。はいはい。ぬかるみから打ったんですよ、あそこの。すごい。はい。ででん。ででん。リサちゃんのスイングの基本、基礎基本となっているものは何ですか？やはりプロのスイングを参考にしているのかな？かっこいいスイングを目指して自分はプロのスイングを真似てますが、それっていいことなんですかね？基本は何ですかと、プロのスイングを真似ることっていいことなんですかね、はい、っていう質問だそうです。はい、いいと思います。私もイボミさん、イボミさんが大好きで、スイングがおめちゃめちゃ見ました。おお、もうずっとですか？ずっと見てました。寝る前、それこそ寝る前、YouTube で見たり、うん、あのトーナメントやってる時に、あの上の方にいたら結構映るじゃないですか。はいはい。でそのゴルフ番組を録画して、もう自分でもめちゃめちゃ見てました。でもそのリズムをこういうリズムの方がいいんだみたいな、こういう打ち方の方がいいのか。その中でも一番気にしてい重要視してるのはやっぱリズムとかこことかってとこなんですか？リズムです、ね、リズム、リズムは見てます。もう常にそれこそ同じリズムがボミちゃんかなって思います。わかりやすいです。あ、本当ですか？はい、だからスイングリズムは私も結構ゆっくりなタイプなので、はいはい、そうですね、めちゃめちゃ見ました。じゃあスイングリズムいつもバラバラな人は大丈夫かっていう感じ？いや、まあ、みんなそれぞれリズムが速い人もいれば、はい、遅い人もいるので、私が遅いタイプなので、うん、その遅い中でもどのスイングがいいかなと思った時に、うん、イボミさん。ああ、そういうことか。自分に合ってると思ったってことなんですね。うんうん、そうですそうです。あ、なるほど。取り入れやすいかなっていう。じゃあ他の人がプロのスイングを真似る時に気をつけるポイントって、うん、やなんていうんですか、今自分のものに近いからっていうふうにおっしゃってたじゃないですか、はい、の方がいいかなと思います。見るんであれば、例えばもう松山くんとか無理っすよねってなりません？なんだこれってなりますよね
パチーンって言ってるじゃん。余計こじれるじゃないですか。だから自分に近いあの人のスイングを見つけられればいいんじゃないかなと思いますけど、どうでしょう。で例えばスイングしてて男子の人がしててあの男子プロに似てるとか言われてそれをやり始めるのは怪我にしか聞こえないんですけど、うん、ありっちゃあり、あ、ありちゃありっちゃあり、全然ありです。あ、はい、ありがとうございます。とんでもないです。一番苦手なクラブだ。いいじゃん、戻れ。一番やってしまうやつだ。までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。